はい、どうも奈良県 YouTuber チャンネルリンボーと荒雨です。今日はじゃじゃーん、ロマル鮮魚店さんにやってきました。やってきました。お昼ご飯です。早速中に入ってみましょう。つくですね、たぶんガラガラガラ。いいやろ、美味しそうやろ、美味しそう。はい、わー、すごいね。これこれじゃない、あ、違う、美味しそう。一緒に入ってきまーす。うわー、つみれ入ってるな。リムやね。うわ、美味しそう。つみれ、つみれ、何があるの、何これ、魚、うわ、美味しそう。4人前で、うまいよ。一緒についてくるんですけど、すごい豪華。うわ、美味しそう。これめっちゃいい香りが、はい、ありがとうございます。どっちか置いたらいい。あ、ここでだ。はい、ありがとうございます。これもう自分のやっていい、うん、お願いします。海鮮丼でも食べたか分からへん。うん、ドライトしてる。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ柔らかい。いただきます。うん、海鮮丼めっちゃ美味しかったです。ね、美味しかったね。もう朝もお魚食べえの、お昼もお魚食べえの。さて夜は何食べるんでしょうか。お魚かな。え、待って、めっちゃ外雪やばい。金沢御膳。旅館のご飯やった。やったー、楽しみー。さっきの行った店は地元の方ばっかり行くみたいなので、すごいお得でも食べれるし、めちゃめちゃおすすめです。コスパ最強、味最強。コスパ最強、味最強。明日は雪の動画になると思うので、楽しみに。はい。雪は映えるよ。皆さんもぜひ、先ほどの海鮮丼食べてみてください。つみれもめちゃめちゃ美味しかったです。美味しかった。そのつみれに入ってる魚が個人的に一番好きです、ね、そう、ほんまに美味しかった。びっくりした。あれね、なんかちょっと黒っぽい皮ついたお魚やな。あれ美味しかったね。名前なんかわからんけど、海鮮丼よりああいう方が好きやねんな。笑ってるよ。みなみな、生の魚より火通してる魚の方が好きやから。あ、確かに。めっちゃあれでもほんまに、そうなんや。マジ美味しかったよ。じゃあ終わりまーす。はーい。
ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネルリンボ奈良県 YouTuber でぜひ登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォロー待ちしております。以上、リンボでした。またねー。